こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はオールアメリカンドラマのね、ナンバーワンの解説をやっていきたいと思います。まあ、いつもながら前半、後半をバラバラに、ちょっとポイントを押さえながらやっていきたいと思います。で、最後、通して見てみましょうということでやっていきたいと思います。それでは始めてみましょう。はい。最初、ここ9ストロークロードですね。で、ここ両方アクセントなので、高いところから高いところ。前も説明した通り3段階に分かれるので、こういう、ここはね、9ストロークだけど、ここはこれ、こことここの高さ一緒になります。ね、どっちも、ここはここの高さが一緒になるけど、こっちは、こっちが低くてこっちの方が高くなりますから、1段上げてください。ね。ということですね。9ストロークですね。はい。で、ここは、トロラド、フラマキ、歌つく歌、これは前も説明してもらったと思うんですが、マーチングによく出てくる、要は、シンコペーション。歌つく歌っていうですね。アクセントつけて、これがここの頭に向かうということですね。で、たた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 、音階を変えます。3連携にしますね。で、9ストロークがちっちゃく出てきて、5ストローク。でここは、解説してるんですけど、これ自体がルーディメントにあるわけじゃないんですけど、このアクセントなので、この左と右、ここがアップストローク。アップアップダウンダウンになります。で、パラデュートでひっくり返して、こっちも反対からアップアップダウンダウンになります。これはこの形で覚えるしかないですね。だから急に出てきても多分できる形じゃ。まあでも、読む人は読んじゃいますけどね。これがその二つ。で、ここはちょっとアクセント間違えてますが、三つ割りです。タツツタツタツツタツツタ。で、セブンストロークロールで頭に向かうということですね。はい。では解説の部分だけ聞いてみましょう。はい。オールアメリカンドラマの4番目の解説ですね。9ストロークロールは普通に、まあだから最初の押し込み。はい。入れるところから出るとこ。これですね。ここは問題ない。ここがちょっと特殊なんですけど、タタタタン、タタタタ。ここは、タップ、アップ、アップ、ダウン、ダウン。この。タップ、アップ、アップ、ダウン、ダウンの流れ。で、反対から。で、それをパラディドで埋める。まあ、この特殊な動きですけど、これはまあ、ちょっと練習しておかないとなかなかパッとはできないかもしれないですね。で、次がですね、これ3つ割り。これはもう、まあ、3連のアクセントだと思えば、これの、まあ、ヘミオラですね。タツツタツツタツツ。ものすごくよく出てくるので、まあこれはまあ覚えておきましょう。はい。後半になりますね。ここはラタマキューのラがない部分ですね。ラタタタン。で、左から。ラタタタン、ラッタ、ラタタタ、ツタツツ。これは前回もやったと思うんですが、フラムパラディドルで、後半フラムないんですけど、結局これは、アクセントがずれてるんですね。でダウンタップタップ、アップタップ、フルタップタップになります。これ、右手が気持ちいいので、これちょっと解説でちゃんと説明したので聞いてみてくださいね。で、ダカダタン。これがもうどんどん展開して、これをヘミオラにして、タタタタン、うん、ダカダタン、タカダタッタ、で、タッタッタカタカタッタッタカタカ。ここは5ストロークだけど、ロールというよりかは、これグランドロールですね。だから、ここがずっと揃ってて、タンタン、タンタンが合ってて、頭ってことですね。タタタラ、タタタじゃなくて、タタッタカタカタッタッタカタカ。実音で書いてますからね。で、タッタララララ、ここはロールなので、頭の音符がこう出っ張ってて、ここは残響になるというふうに考えてください。なので、これは中間の音からここがアクセントの音量で残響の3種類で使い分けて演奏してくださいね。ここはですね、パラディドルの、アクセントをずらしたやつね。これは、ラッタッタッタ、ここダウン。で、普通ここアップタップタップなんだけど、ダウンタップタップアップタップフルタップタップ。この右手が気持ちいい。この動きを覚えましょう。で、最後ですね、5ストロークなんだけど、これグランドロールです。なので、タタチャー、タタ、タタチャー、タタチャー、タタ、うん、っていう形の、この、タタタ、タタタがちっちゃい音になってるんじゃなくて、グランドロールが鳴ってて、上にアクセントがついてるやつね。実音で書いてあるからね。
というところでございますね。以上でございました。通して聞いてみましょう。はい、いかがだったでしょうか。アップストロークとですね、フルストロークに注意しましょう。今回はですね、アップアップっていうのダウンダウンって出てくるのと、フルストロークっていうのがね、このアップストロークとフルストロークってやっぱりこう、気にしてないとうまくできないので、ダウンストロークとアップストロークってなんとなく感覚でできるんですけど、これは準備する音なので、この2つに気をつけて、この、チャプターをやっていただければと思います。というわけで、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。